原地公園は大阪府堺市中区にある公園。原地公園は1965年に都市計画決定された金岡公園に次ぐ堺市2番目の運動公園である。計画地の一部は追人天皇の頃に築かれたため池とされる原池を埋め立てている。主な施設として体育館、スケートボードパーク、集計地、バーベキュー広場、遊具広場、 野球場、駐車場などがある。また、災害時には、広域避難地の機能を有する都市公園に位置づけられているほか、体育館は指定避難所として指定されている。スケートボード及びインラインスケートの専用施設として、日本有数の施設を持つ。原地公園体育館、原地公園体育館、原地公園スケートボードパークは2016年3月31日まで。 水野グループが指定管理者として管理運営を行っていた。原地公園体育館は堺市の選定により2016年4月1日から2021年3月31日までの5年間も同じ企業構成の原地スポーツチャレンジ共同体が指定管理者として管理運営を行っている。クラッシュスタジアム堺2014年11月。 堺市の竹山治美市長は、原地公園内に、プロ野球公認企画を満たす野球場を建設する意向を表明した。当時は2019年度のオープンを予定していた。2016年4月に、基本設計の概要が発表され、公園の第3期整備エリア内に、両翼100メートル、センター120メートルで、収容人員5000人の球場を建設する。 この時点では2017年着工が想定されていた。2018年1月に施工業者を入札で決定。2018年4月に着工した。堺市では2019年11月に倉津市との間で東急場の命名券契約を締結した。市所有の公共施設としては初めての契約で命名券の使用料は年間で500万円。契約期間中は 2020年4月からクラッシュスタジアム酒井という名称を使用する。当初の計画では2020年春のオープンを予定。3月29日の NPBUS ンリーグ公式戦から使用を開始するほか、2019年から関西独立リーグに加盟しているる酒井シュライクスが本拠地に使用することを表明していた。しかし、年頭から 日本国内で新型コロナウイルスの感染が拡大している影響で小倉落としとして予定されていたオリックス対ソフトバンク戦は中止。4月に開場してからも日本政府が新型インフルエンザ等対策特別措置法をもとに緊急事態宣言を発出したことに伴って同月8日から宣言が解除される5月22日まで臨時に休場した。なお、 2020年に中止されたウエスタンリーグ公式戦については2021年3月27日にクラッシュスタジアム堺会場1周年記念試合としての開催されたプロ野球の試合開催実績大阪府堺市中区、八田寺町平井ありがとうございます